読書って何を読むかはもちろん、どこで読むかも大切ですよね。カフェで読む、自宅で読む、電車で読む。今回は読書におすすめの椅子、ロッキングチェアについてご紹介します。ロッキングチェアってご存知でしょうか？前後にゆらゆら入れる椅子のことです。おじいちゃんが暖炉の前で座ってるやつのことです。この椅子が読書をする際におすすめなんです。普通の椅子で読書をしていると肩や首が凝らないでしょうか？下を向きながら読みがちなので負担がかかるんですよね。姿勢を正せば正すほど、むしろ首の角度がきつくなります。とはいえ、ソファーやベッドで読書をすると眠くなると、ダラダラと読みがちなんですよね。その点、ロッキングチェアならどちらも大丈夫です。首や肩も凝りませんし、ソファーやベッドほど眠くなることもありません。読書をする際にロッキングチェアはおすすめです。ということで、今回は読書におすすめの椅子、ロッキングチェアについてご紹介しました。快適な読書時間を過ごせそうでしょうか？ぜひ参考にしてみてください。